こんにちは。今日は、12月7日締め切りの処方、小学 1,2 年生の、講室のお手本を書いていこうと思います。今回からこうして動画を撮ろうと思ったんですけど、やっぱりこう鉛筆の使い方だったり、書きぶりだったりっていうのを見てもらうには、この動画じゃないとね、またよく伝わらなかったりするので、ちょっと撮ろうかなと思いました。では実際に書いていこうと思います。鉛筆なんですけど、なるべく芯の太いもの、柔らかいものを使ってください。それから消しゴムは使わないこと。はい、では書いていきますよ。鉛筆は回しながら使うことが原則です。まずこれで先生の合図の笛がっていうのを書きますけれど、線という字ですね。これまずこの辺りから起筆しっかり入れますよ。そしてこう起筆というのは力任せにギュッと押すんではなくて、上からこう引きます。斜め45度引いてから払う。そう、そしてこの動きがしっかりできるといいですね。これただグッて止めちゃダメですよ。払います。そこから上に上がる線で、ここ起筆、はい、出しますよ。出しといて引きます。で、スッと抜くような感じでここに向かってこうですね。で、ここ土という字があるように、こう上がる線とこっちにこうやって反る線の、これの使い分けができるとよりいいです。で、そこからもう一つポイントですけれども、次重要なところ、ここですね。ここでも起筆をしっかり出したいので、ベターっとつけずにしっかり引いとく、ここと、この状態です。引いておいて下に行かず左へ行こうとする。左、わかります？こう来てスッて行きましたよね。シューって下に行かないことですよ。で、そこから右もしっかり入って、内側へ向かって外へ向かって上へ跳ねる。で、これがポイントです。少し内側にこういう風に持ってきてもらう方が、この四角い、ね、決まりきったこの形 の、 な、あの大きさをよりうまく使うことができる。実際の大きさを大きく書くのではなくて、小さくても大きく見せるっていうのが大事です。で、次ですね、先生、こうです。さっきと同じですね。今回ここ結構評価対象でしょうね。このしっかり起筆を出す、頭出す、こうですね。で、まっすぐとこっち反る。これ、この3本線の使い分け、一番初めに習字の時、書道、三皮ってみんな書いたの覚えてると思うんですけど、それですね。上に上がる線、真ん中まっすぐの線と、これがこういう風に反る線、これの3つの組み合わせ、これしっかりできてるかどうかチェックしてますよ。次、のです。のはここ起筆、はい、出しますよ。出しといて、こう丸く優しく、こんな感じの方がいいです。これまっすぐよりも丸くした方がいいので、丸くしましょう。そして上へ上がります。で、回りながら丸くして、最後にこの辺りで終わります。はい、次ですね。合図の、合図の、あは難しいですね。これ1で終わらないように、12、このぐらいな感じでいきましょうか。12って書いたら、これがまっすぐじゃないってことですよね。右から入ってこうカーブして、でも結果的には中心線で終わる。ちゃんと中心から出るけどまた戻ってるってところで、斜めにならない、倒れないっていうところですね。難しいですけどもね。これ1,2 って書いたら、この辺りから入ります。こっから、ここまっすぐと思ってください。まっすぐで上がって、こう回りながら、こう「い」は結構みんなね、あの縦のラインがこうできちゃってるんですけど、「い」って意外と横に傾いてますからね。
気をつけましょう。で、図ですよ。ここ長くして、で、真ん中じゃなくて右寄りに、はい、ここ頭はしっかり出しましょうね。で、こうです。で、足短くていいので、ここしっかり、でもここ隙間空くようにしておいて、こうですね。で、点がね、ただのちょんちょんってならないように、結構涙みたいな形でしっかり描きます。のは先ほどやったので同じです。次、笛が、ふですね。ふは、はい、大丈夫ですね。ふは点が3つきますけれども、全部違う。1点目の点はこう、こうしてそっといて、こうですね、跳ねた先、跳ねるって言っても大きくドンって跳ねるんじゃなくて、こう優しく跳ねた先にこれがきます。ふわっとした感じで、次もそう、ここからスッと抜けた先で、次もあまりドーンって大きく跳ねずに、こうふわっときて、このまま受けてしっかりと、で、結果的にはこの右のこれが一番大きくなります。ふってね、これもまた難しいですけど、2年生だったかな、先月の課題芝生、そうですね、今回あの教室で負が出てきたので復習になるかな。うん、で、はい、絵ですよ。絵、点が来て遠くからグッと上がる、ね、上がっといて、今度右左へグッと、で、半分ぐらい戻っといて、ここギュッと、この辺しっかりめです。はい、次ががです。かはね、あのかを描くときはここ部屋を半分に分けるようにして、で、ここギュッと、これここがね結構できてない子が多いですが、上がって左へギュッといきます。これ真下に下げちゃいけません。これこっち左に来て、こうですね、が校庭に、校庭の校は漢字です。木偏、木偏は頭を出すこと、そして右寄り、左出して右ちょっと下で、辺に対して作り側はなるべく上、この線の延長線上にこう来るようなイメージですね。これ下から来ない方がいいので、なるべく上上と思ってください。で、払い方も横へ払います。こっちも横へと思って、で、最後右下の重りはしっかりと、ここ上がってはいけません。地面はいつも平らだということで、ここ足しっかりつけましょうね。で、ここしっかりとギューッと反ることで、ていに、うん、響きました。火がちょっと描きづらく感じるかな、こうです。で、シュッ、こんな感じですね。で、入れ替えて火、次もう一回こう来て、シュッ、びき、あ、このね、2本がね、こう分かるかな、ちょっとこういう風な感じに斜めになる方が綺麗です。これまっすぐ合わせちゃうと難しくなるので、1本目長くて2本目の方が短いと思ってください。そしてここから真下ではなく、ちょっと斜めのラインから入るぐらいなイメージで、で、次も斜めですからね。響きました。まもそうです。1本目長く、2本目は沿うように短く、3本目真ん中貫いて結びが、ここ左しっかり出しましょう。ましたた、たね、意外と難しいですが、 1,2 これ対にして覚えた方がいいです。下からこうグッと上がって、次右寄りから入るようなイメージ、ど真ん中じゃないってことですよね。真ん中、子供が書くには真ん中っていうのもまあありですけど、どちらかというと右寄り、
左に寄ることはないって覚えてください。 1,2 って書いてここ開けますよ。で、遠くへ行こうとする動きを見せる。で、丸。あ、映ってない。はい、丸。で、学年ですけど、これ 1,2 年生なのでちょっと2にしましょうか。あ、いつも2だから1にしましょうね。小学1年。はい、これで出来上がりです。はい、全体像はこんな感じ。はい、あとは分からないことは直接聞いてください。